り喋っていて、すごいみんなに分かってもらいたいんだなって気持ちが伺って、そこはすごい良かったなと思います。あとは喋るときに、スライドは全部文字目で追えないじゃないですか。だから重要な語句だけを残して、あとは言葉で補ったりとか、あとはその喋り方も重要なところを強調して言うとか、緩急をつけて喋ったり、あと間をうまく取ったりすると、もっと伝わりやすくなるのかなと思いました。すごい的確、学芸大的確高度ですけどね。やっぱり早いようなことの取り方に読んでる、重要なキーワードだけ残して、あとは言葉で誰安藤に抑揚がついたらものすごい分かりやすいと思うよ、うんうん、ちょっと単純にやっぱり聞こえる、うん、間ですね、うん、間を使うってものすごい高度だけど凄いよ、そんなことできたらまあ話し家ですよ、そのレベルよし、じゃあ次行こうか。グラフの話になっちゃうんですけど、あの4月、5月、6月、11月、12月って色が分けてあるんですけど、あの4月と12月があのプロットした時に点が小さいんで、どっちがどっちかが分かんないんだよね。うん、まあ遠かった線もあるんですけど、スライドの作り方をなんとか工夫したいね、はい、これは。なんかその、4、5、6をちょっと明るい色で、11、12が暗い色、暗めっていうか、で分けてあるのは分かるんですけど、ちょっとその4と12が、グラフにすると被るなっていうのを思いました。的確。ありがとうございます。ここで見てても結構読み取りづらいもんね。どこに何か知ってるので、こうやって説明するんですけど、なんかその発表するときにちょっと見えづらいですけどって言っちゃうってことはね、言われてるんで、だったらやっぱ変えた方が、色で変える。的確。まず一番手っ取り早いのはスライド1枚に1個の図しか載せないことです。2つ載せるということはその分半分、4分の1以下になるからね、平面図を2つ載せるということ。もともとドットが見にくいんだよ。でこれスライド目いっぱいにしても、ひょっとしたらまあ会場によっては分かんないかもしれない。でだから図そのものを改善する余地はあるかもしれないけど、一番手っ取り早いのはでかくすることから、それははるかの言う通りです。色が重すぎて重なったりするから、4、5、6と11、12で違うことを強調したいなら5色に分けなくてもいいのかなと。2色、4、5、6、12でまとめてしまう。そしたらことは伝わります。的確です。